お母さんが大好きなアヤメの花、お母さんにも見せたかった。願い事する？そして勇者たちの心からの願いとともに、物語は結末を迎えた。小さな勇者はとうとう願いを叶え、思いをお母さんに伝えた。お母さんに言いたかったこといっぱいあるの。話しきれないほどの物語を。幸せな物語だったわね、あんこ。かくして小さな勇者は願いを叶え、物語はハッピーエンドを迎えたのだった。すべての物語と思いをお母さんに伝えた勇者。彼らの波乱万丈な旅はこれからも続いていく。あんこちゃん、漂白者さん、本当に本当にありがとう。お母さんへの思いも、宝物を見つけたことも、命名冒険団のみんなと出会ったことも、全部お母さんに伝えられた。本当にまた会えるなんて、夢みたい。それで、あのね、これを二人に受け取ってほしいの。二人にはこれからもたくさんの冒険が待ってるんだよね。だからこの花冠が旅の支えになってくれたら嬉しいな。家に帰ったらこの物語をお父さんに教えてあげるの。お母さんの話も全部伝えたい。だから私そろそろ行くね。あんこたちの物語、みんなにも教えてあげてね。うん、約束する。じゃあまたね。お兄ちゃん、感想教えて。今回の物語はいい物語だった。ええ、あんこもね、このラストがとってもとっても大好き。勇者メイはようやく願いを叶え、すべての物語をお母さんに伝えることができた。長い長い冒険の旅と大切な友達のことを全部、みんなで冒険して行く手を阻む化け物たちと戦った。宝剣と盾を見つけて希望の花冠も編んだ。たくさんの場所を巡ったあんこは、これからも旅を続ける。みんなと一緒に冒険をして、物語を作り続ける。物語と現実は、表裏一体だからね。
幸せの物語、お母さんもそう言ってた。勇者メイの物語は何回も語ってきたけど、こんなハッピーエンドは初めて。あんこは満点をつけるよ。勇者メイの宝探しは幕を閉じたし、休暇ももうすぐ終わり、あんこそろそろブラックショアに戻らなきゃ。ブラックショアは忙しいからね。あのね、冒険が終わっても寂しがらなくて大丈夫だよ。アンクがまた新しい物語を用意するから。お兄ちゃん、次も団長になってくれる？指切りして約束してくれる？一緒にいっぱい物語を作ろうね。それでは、指切り。